皆さんこんにちは、横山大輔です。中川博隆です。新澤俊彦です。2023年にですね、ミュージカルダディというのがありまして、その中で中川さんと新澤さんの、生み出した楽曲をたくさん歌ったんですね。でもその時に改めてこうお二人の作った曲の素晴らしさに触れて、あ、今後もこういった歌をたくさんの子どもたち、そしてこうご家族の皆さんや大人の皆さんにお届けしたいなっていう思いがこう芽生えまして、そしてこう、ね、それを形にしたいなっていうのがあって、最初ね、中川さんにご相談させていただいたんですね。タクシーの中、タクシーの助手席に大ちゃんいて、俺が後ろにいて、中川さんさっつって、あの博多だったと思うんだよね。はい、博多でしたね。あのその会場に行く途中のタクシーの中で、僕中川さんたちの歌歌いたいんですよ、のアルバム作りたいんですよって言ってくださいました。はい、忘れもしません。いや、ありがとうございます。いや、でも本当になんかそれでね、あ、いいねって言ってくださって、それは嬉しいもの。それでこう、こんな感じ、どんな感じがいいですかねっていう話を始めたら、あっという間になんかポン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 とね、このアルバムにつながってきましたよね。素晴らしかったですね。いや、ありがとうございます。今回のレコーディング結構たあの立ち会わせてもらってるんだけれど、はい、その過程っていうのかな、この歌をどうやって歌ったらいいのかっていう、その過程がね、手に取るように分かるの。本当ですか。大ちゃん最初これだから、最初の大ちゃんが持ってたイメージもあるけど、はい、まあ、揺れるディレクションの言葉なんかを噛み砕きながら、それを咀嚼して、同じ意味だけど、それであのそれをこうね、あの自分の中に構築していく感じっていうの、うん、でそういうのがね、すごく素晴らしいんだな。いや、ありがとうございます。でそれもやっぱりダディの中でもやってたんだろうなっていう感じ、はい、役作りっていうか、自分でそれ考えてらっしゃる。そう、レコーディングでもその役作りをしてる感じがする。あ、いや、嬉しいです、そうやって言ってもらえるなんて。で分かった瞬間みたいなのが あって、はい、それみんな感じてんだけど、ね、パカーンって分かるパカーンってする瞬間があって、うん、歌がガラッと変わる、うん、これすごいなと思った。いや、でもなんか本当にこのね、今あの見てくれてる皆さんっていうのはね、中川さんと新澤さんの曲っていうのをたくさん聴いてくれてる方が多いと思うんですけど、こう録音の時っていうのは、もちろん僕がこう最初にイメージを持って、こういう風に歌ってみたいなっていうのをまず歌ってみて、そこからこうディレクションをね、あのいただいて、こう皆さんで この曲を、このここにいる人たちで色を作っていくっていうのがやっぱありますよね。でもそれがね、すぐできるっていうかね、あの的確にもうピンポイントでそこっていうのをね、見つけた瞬間はすごいですよ。いや、嬉しい。表現の引き出しが多いんじゃないですかね。あ、そうかもね。舞台なんかでもそういうのとても感じましたよね。あ、本当ですか。いや、嬉しい。あとほら、セリフのね、お声もとってもいいですよね。もともとの声が本当にいいなって思うんですけど、だからいろんな歌をやって、いろんなキャラをやっても声が強いからちゃんと一貫性があるっていう感じがしますよね。そこのキャラがとても強いから、アルバムとか作るときにとてもアルバム聴きたいなって思いますよね。皆さん聞きました、聞きました聞きましたレコーディングの感想はもうとにかく幸せでしたね。もうだってこの18曲、僕が小さい頃にこう聴いていた曲、小さい頃に、はい、小さい頃にですよ。それこそみんな友達は、あ、なるほど、僕が子供の時に聴いていて大好きな曲だったんですよ。それで僕がもう絶対これ歌いたいですって最初に言って、それでやっぱりこの曲を歌うと、音を聞くと思い出す、その頃を思い出すんですよね。歌ってそういうのすごいですよね。タイムマシンみたいなところ、そうなんですよ。だからそれが本当に中川さんと新澤さんの曲っていうのはもうすごくいっぱいあるので、やっぱり曲を聴きながらこう懐かしい気持ちにもなるし、そして今の横山大輔が、あ、こういう風に歌ってみたい、こういう気持ちを届けたいっていうのが、なんか本当にこう曲の中でいっぱいこう散りばめられているので、だからこの撮ってる瞬間っていうのが楽しかったですね。
今回だから自分で詩書こうと思ったじゃないですか。はい、あれは何、そうなんです。それはどうしてそう思ったの。やっぱりこういろんな歌を歌ってきて、詩のこう重要性というか、やっぱり詩とメロディーのこのインパクトっていうんですかね、やっぱり歌い手としてやっぱり両方からこう受け取るものってあるんですよね。で僕もやっぱりこの詩っていうものに触れて、詩の情景っていうのをこう届けたいなっていう自分の思いがあったので、その詩を自分が作るとどうなるのかなっていうのは以前から興味があったんです。興味があったんですけど、実際に作るってなると、いや作り方よくわかんないなってずっと思ってたんです。でなので今回こうやってみたいなっていう思いがあったので、それをせっかくだったら新澤さんにちょっとご指導願えないかなと思って、すいません、ご相談させてもらったんですよ。そうなんです。それでね、いろんなアドバイスをいただいて、自分が詩を書くんだったらどういう、まあ、思いはあるんです。思いはあるので、思いをどうやって形にするのかっていうところも本当に新澤さんがいろんなことをいろんなこう角度から教えてくれて、それがねもう本当にこう目の前にかかったもやがパーって晴れるような感じがしたんです。さっき中川さんがさ、歌分かった時にパッカーンって言ったじゃん。ああああ、同じことだ。本当パッカーンなのよね。あのね最初ね、相談されて、僕歌手の方が自分でも詩書きたいって言われて相談されたりとかすると、大抵はですよ、なんか素敵な言葉を書きたいって思うんだけど書けないんですみたいなこと言ってくるわけ。素敵な言葉なんて簡単に書けないっすよって思っちゃうから、どうアドバイスすればいいかなって思ったりしたわけよ。でも歌手の人っていうのはステージに出てこう歌ってる経験があるから、オーディエンスがいて、みんなが僕の歌を待ってる、その時に何が歌えるか、何を伝えようとするかっていうことが大事みたいな話をちょっとだけしたら、どういう歌が歌いたいって言ったら、すぐねこの人バッカーンってなって、自分がそのホールでコンサートの時に幕がこう開いてきた時に、今日来てるファミリーたちっていうのはもう大輔さんのことが好きで、何日も前からコンサート行きたいって思ってて、それでお父さんがもうすぐコンサートだねとかって言って、みんな会場に集まってきて、さあ幕が開きました、みんな期待して見てます、今日は楽しんでいってねって歌いたいんですって言ったんですよ。こんなにね、こんなに強いものをちゃんとオーディエンスが見えてて分かってる人は、それを素直に書けばいいですねって感じで、それがそれ書けばいいんだよってなったら、もう分かったって感じで、あとはアドバイスすることってあんまりなかったっていう。でもやっぱりこう僕がこう迷った時、こここうなんですよ、なんですよねっていう時に、もう本当にピンポイントで答えをくれるんで、ああそういうことか、さすがだなって思う瞬間ばっかりでした。俺もそこに行きたかったでそれで教わりたかった。でもね、行ったのはだから中川さんが曲つけるから大丈夫。あ、そうなんです。そうだから大丈夫だよって。詩がね、例えば言い足りてないなと思っても、詩なんかで言い足りなくていいの、曲が言うんだから。それは詩で全部言おうなんて思っちゃうと曲は成り立たないの。やっぱ詩が100だと曲の人がやることがなくなっちゃう。そうで、両方で120になるのが一番いいんですよ。だから中川さんはそこをもう絶対大丈夫だから、中川さんのことを信頼して、だからもう預ければいい。だって中川さん判断してくれるから。でもよく言うよね、作詞がもう完璧すぎると作曲が困るっていう話はよくあるよね。そうだ、曲がいらないし書いちゃうと曲朗読でいいじゃんってなって、そうおっしゃってましたよね。そうだから、そこが本当に僕も詩を書くにあたって、どうしてもなんかこう、あ、これも書きたい、あれも書きたいってお腹いっぱいになっちゃうんですけど、その新座さんがそうやって言ってくれた時に、あ、ちょっと自分では物足りないぐらいでいいというか、書きすぎるんではなくて、やはりこう自分のストレートな思いっていうのを書いて、あとは中川さんに委ねて。そう、僕は絵本も書いてるけれど、絵本は文と絵が一つになって絵本というものになるわけでしょ。歌も歌詞と曲が一緒になって同じようなもんで、どっちもこう、バーッといろんなことを書いて、それに絵をつけるんだけれど、ここはもう絵に描いてるから、この言葉は消しましょうねっていう言葉、よくあること、うん、歌手の人はいっぱい歌ってるでしょ。そうすると、だからさって歌うだけでも
こう行間で伝わってたりとか、そのメロディーの力でいかに伝わってるかってことを知ってるから、体で。だからあの歌ってる人が書くと、その、 あとは作曲家の人がやってくれるってことがよくわかるんですよね。だからそういうところが本当に、まあ、頭のいい方で勘どころがいい方だからすぐできてるなって思いました。いやーありがとうございます。いやでもね、本当にまさにそう今思い出しました。その行間でどう感じてこの言葉にそう表現をしていくかっていうのは、お二人の曲はすごく感じることが多かったんですよ、この今回の録音で。本当に例えばだからとか、なんか そういうなんかそういうだからっていう言葉に、それだけの単独で意味はないんですけど、曲の中にこのだからっていう言葉の裏にどういう思い出があって、だからここをどう歌うかがすごく重要なんだって思うことが今回すごくいっぱいあったんです。そういう言葉にいっぱいあって、やっぱりこういうのって18曲歌っていく中でいっぱいあったんですよ。なんかこの中川さんと新澤さんの曲に触れてる時間が長いと、そういうものに気づける瞬間がいっぱいあって。あ、じゃあみんなもアルバム聞いて気づかないとね。聞いてほしい。だからこれ本当にね、本当ここで聞いてください皆さん。本当だよね。これね、改めてね聞いてくれると、この曲のねアルバムをいっぱい聞くと、そういうところに、ね、絶対気づけます。あ、ここ大輔さんがこうやって歌ってる、大輔兄さんがこうやって歌ってるっていうのはこういう意図があるのかなとかっていうのをぜひ気づいてもらいたい。これはね本当に僕だけじゃなくて、このここにいる3人と、そしてここにいないスタッフさんがみんなで作り上げた音っていうのはぜひ聞いていただきたいですよね。で今回